ボートレース宮島の G3 マンスリーボートレース杯、競争水面は残る2つと席をかけての戦い、第12レースの準優勝戦です。1号艇は太田和美、2号艇鶴本隆文、3号艇尾形英二、4号艇丸尾義孝、5号艇品川健二、6号艇庄司キララ、以上6名の対戦。枠なりの待機行動です。今1号艇太田和美、予選トップ通過のシリーズリーダー、伸びを中心に力強い動きが目を引きます。人気を背負いました太田がインコースにどっかりと座ります。隣2コースは2号艇エース42号機が相棒です、鶴本隆文。ここは前走地小島に続く優出と当地の連続優出目指します。3コースは3号艇尾形英二、宮島の初優出がかかります。残る3選手引いて角は4号艇丸尾義孝、当地の連続優出を狙う一戦です。5コース5号艇品川健二、前走地の常優出。6コースは6号艇庄司キララ、宮島の初優出をかけての戦い。さあ、風はほとんどなく穏やかなコースコンディション、人気の太田の陰線、第12レース準優勝戦、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。内の3艇、1号艇、2号艇、3号艇、6コース、6号艇、コースタートを決めています。1スマーク、逃げる体勢、1号艇に差し伸べる2号艇、間を割ってくる3号艇、あとは4番、5番、1艇アクセントがありました。バックジャーに入って、先頭は逃げています。1号艇、太田和美、2艇身で2号艇、鶴本2番手、3番手は3号艇、尾形、すぐ下に5号艇の品川、あとは4番つけています。スタートは正常でした。今、アクトップで1号艇、潜り込んでくる3号艇を包んでかわしていく2号艇でホーム側に帰ってきています。6号艇の庄司キララは一緒のマークでアクセントを失格となってしまいました。残って走ってるのは5艇で、体型は1番、2番、3番です。これから2周の1マーク、自己艇とレスキューを避けての構想。先頭は1号艇の太田和美、2番手は2号艇の鶴本隆文、3番手は3号艇の尾形英二、4番手は5号艇品川健二、5番手が最後方で4号艇丸尾義孝で、残って走っているのは5艇で、それぞれが後方に大きく低間隔を空けています。これから2周の2マークです。1号艇、2号艇、そして3号艇の順に折り返してきていまして、上位の体型1番、2番、3番、なおこのカード6号艇庄司キララはアクセントにより失格となってしまいました。レースは最終周回の1マークです。さあ、ここはインゲ快勝、シリーズリーダーが強い走りを披露して今日連勝、6勝目が見えてきました。そして2番手は2号艇の鶴本隆文で、上位の体型は1番、2番、3番です。このまま1番、2番、3番で決まりますと3連単は人気サイド 5.7 倍です。この12レースからは太田和美と鶴本隆文が明日の優勝戦に進出を決めそうです。そして太田は明日の優勝戦絶好枠が手に入ります。まもなくゴールです。第12レース先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで4番ゴールイン。なお6号艇の庄司キララは失格となっております。